香り団地完成当初の集合住宅が並ぶ、景色小建住宅の分譲地として開発された地域香り団地は、大阪府平方市氷川岡にある都市再生機構が運営する住宅団地である。日本住宅公団が開発した郊外型大規模住宅団地の先駆けであり、1958年に入居が開始された。完成当初の建築物の老朽化及び、 生活様式の変化に対応するため、1998年から建て替えが実施されている。土地区画整理法に基づく土地区画整理事業として、日本住宅公団が、旧東京第二陸軍造兵賞、香織製造所跡に開発した。賃貸の集合住宅と分譲の小建て住宅が建てられた。完成当時は、香織ニュータウンとも称され、8000代代団中への代。 団地、霞ヶ丘団地、松原団地、男山団地、高島平団地などとともに、東洋一のマンモス団地と呼ばれた。完成当時は、香織団地の規模の大きさが、世界各国で話題となり、日本国内の有識者や日本国外からの視察者も、バスで来訪していたこともあった。日本住宅公団が手掛ける関西で、初めての大規模住宅開発に際して、 住宅計画の研究で有名であった京都大学工学部の西山宇蔵研究室に基本計画が委託された。西山研究室が提案した基本計画は野外劇場や市民劇場などを設ける斬新なものであったがその一部は実際の設計に生かされているという。当初の集合住宅は 1DK、2K、2DK、3DK、4K の間取りがあり3階建て。 5階建ての中層棟が多かった。フラット型と呼ばれる一般的な脳型体をした棟については階段室型と片廊下型が用意され、片廊下型では1階部分にピロティが設けられた棟もあった。ポイントハウス型と呼ばれる登場の棟は3方向に住居を設ける星型棟が用意された。2階建てで庭が用意されたテラスハウスや商店街には 店舗付き住宅が用意され、後にツインコリダー型10階建ての高層棟も建てられた。多くの棟は広い敷地に余裕を持って配置された。一つの区画に向かい合うように建てられ、棟と棟に挟まれた場所に設けられた広場や児童公園が住民の地域社会を育てるように考えられた。公園が計画的に設置され、核となる氷が丘中央公園。 自然の雑木林が残された、氷川丘南公園、茂森未来設計の日本庭園であるも、学園など、大小様々な公園が設けられている。中央部に位置する新小里交差点付近には、各店舗として、スーパーマーケット大丸ピーコックの第1号店である、香り店を要する、商店街、母子像と泉を中心に据えたロータリー状のバスターミナルが設けられた。 幹線道路には街路樹が植えられた。新小里中央線には270本のケヤキ、中ぶり方の線には160本のイチョウ、平方新小里線には150本のソメイヨシノ、また東海で、京畜もも、しだれ柳といった木々が、完成後40年を経て大きく成長している。その景観が認められ、平方八景、香織団地の並木、平方市愛称道路、 欅通り、イチ通りに名を連ねている。また、平方市における、公共下水道発祥の地である。1993年には、香里中央を水幹線を暗渠化し、その上に、噴水や水路、遊歩道を設けた、香里木漏れび水路が整備された。香里木漏れび水路は建設省手作り郷土賞、出会いを演出する街角を受賞している。その一方で、 設計の古さに起因する問題も生じている。中層棟には当初ダストシュートが設置されていたが落下地点でゴミが散乱するという衛生上の問題により廃止された。一棟だけある高層棟以外はエレベーターは設置されていなかったため中層棟の上階の住民は階段の上り下りを強いられることになった。住民の足は主として 公共交通によるものと考えられていたため、個数に対して駐車場が少なかった。そのため完成後の自家用車の普及により駐車場が慢性的に不足した。1980年代には駐車場の空きを待つ待機者が常に十数名以上ということも珍しくなく、待機状態は駐車場を借りていた入居者が転出するまで何年にもわたった。これは商店街においても同様であり、 来客用駐車場はほとんど用意されていなかった。そのため、団地内の道路は日常的に住民と来客の路上駐車が並ぶことになっていた。団地内の駐車場はすべて道路に面した平面に自動車を並べる構造となっていた。幸い敷地に余裕があったため、子供の遊び場などを避ける形で新たに駐車場を増やしていた。1980年代には、 自動公園も駐車場にされたが、駐車場不足を解消するには至らなかった。この状態は建て替え事業の準備のために、計画的に空き家を増やすまで続くこととなった。このような生活様式の変化及び当初の建築物の老朽化に対応するため、1998年から建て替えが実施されている。建て替え事業により、対象地域の一部は、 民間企業に譲渡され、分譲住宅として、集合住宅や小建て住宅が販売されている。香り製造所当時の建築物として、おさむ間室、第三機関上煙突が現存している。火星、今は天味室は建て替え事業により2007年に、仕上げ室は新しいスーパーマーケットへの建て替えにより2012年2月頃に、それぞれ取り壊された。 香り製造所の敷地外縁部にあたる、観音山公園、桜公園、桑谷公園、氷ヶ岡東公園には、陸軍用地の標柱が一部残されている。ダイニングキッチンに代表される、公団住宅の生活は若い子育て世代の人気を、呼び、平方市が、軍需工場の街から、ベッドタウンとして発展する契機となった。ここに入居した。 ただ道太郎をはじめとする知識人を中心として、氷川岡文化会議が発足した。また子育て世代の大量入居に伴い幼児保育が大きな問題として注目されたことを契機として、住民が主体的に生活環境を向上させる機運につながった。これが後に、全国初の零歳児保育を実施する、香里団地保育所の設立や、 全国初の医療機関併設型病児保育室となる、平方病児保育室の設立に寄与することとなった。集合住宅は A 地区から E 地区の5地区で構成され、それぞれで地区自治会が組織された。各自治会ごとに集会所が用意され、自治会や住民に利用された。夏季には自治会主催で夏祭りが実施された。 B 地区の夏祭りでは1970年代まで大丸ピーコック香り店から氷が丘公設市場までお店がひしめき合い大丸ピーコック前の広場では盆踊りや子供向けの映画上映で賑わっていたなお初代大丸ピーコック前の広場にはかつて花壇や幼児用プールが設置されていたプールは噴水に作り替えられた後花壇跡に設置された 駐車場が拡大する形で姿を消した。テレビアンテナは当初確固で設置されていたが、1980年頃に共同アンテナ化。VHF6 局、UHF2 局に加えて3テレビも視聴できるようになった。平方市南部の香り丘陵に位置し、氷川岡八丁目付近の標高81.8メートルを頂点に、 西から東へ低くなるように平均50メートル前後の緩やかな起伏が連なる。戦時中はこの地形が爆風を防ぐ自然の土塁として機能することを期待され、火薬工場である香り製造所が置かれた。丘陵は氷河期と魔氷期に堆積した大阪総群と呼ばれる地層からなり、氷が岡南公園でも見ることができる。東洋像の化石が発見されたのも、 香里団地の北に隣接する宮野下町からである。香里丘陵に橋を発する藤田川が敷地内を流れる。その流れは天の川を経て、淀川につながる。氷河岡南公園には、香里丘陵の自然が比較的残されている。氷河岡南公園のほ他、熊谷公園、氷河岡東公園にも見られる小奈良群落には、小奈良、赤松をはじめ、安倍牧、荒かし、 生桜、えのきなどが見られる。内は建て替え前の比較的古い地図での表記。団地内の幹線道路として、東西に新小里北線、新小里中央線、南北に山の上高田線、新小里高田線、平方新小里線、中降り片野線が通る。戦時中、片町線、星大駅から香り製造所へ引き込み線が付設され、火薬や砲弾が、 鉄道輸送された。団地内の幹線道路はその鉄道モアートが整備されたものである。引っ込み線跡には、京阪バス平方営業所、香里団地支所が設置された。団地内の幹線道路を経由し、京阪電車平方市駅、平方公園駅、高前寺駅、公里園駅と、バスで10分から20分の時間で結ばれている。かつては、平方市駅行きの直通便。 阪急高槻駅行きや大英香織店行きの便も設けられていた。団地内のバス停は、桑谷、香織橋、藤田川、欅ヤ1番、氷ヶ丘3丁目、欅ヤ2番、新し香織、氷ヶ丘9丁目、氷ヶ丘10丁目、香織小学校前、氷ヶ丘、海西小学校前、五本松、氷ヶ丘7丁目、伊丁通り、氷ヶ丘5丁目、 氷ヶ丘6丁目、氷ヶ丘8丁目北、淀見公園。三吉寺駅を経由する経路以外はすべて大型バスが運行している。平方市駅や平方公園駅へは途中で国道1号線の高架と交差しており、氷園駅へは駅周辺の道路が狭いことも起因し、ラッシュ時には顕著な渋滞で所要時間が大幅に超過する問題がある。また、 京阪バス以外に東南地各地と地区内の商業、施設、医療機関、郵便局を結ぶ、折姫彦星送迎サービスも運行されている。利用対象は、事前登録を行った65歳以上のものとしており、デマンド式で乗車、校舎停留所間を最短ルートで結ぶタイプとなっている。車両は、電動の自転車タクシーを使用し、運賃は無料である。京都大学。 西山研究室、香り団地計画国際建築、ボリューム24、能力、1957年、香り団地マスタープラン国際建築、ボリューム26、脳4、1957年大阪防災ネット、平方市国民保護計画第4章子の地理的、社会的特徴第一節地理的、特徴、2014年4月7日ラン。 ABC 有馬忠た監修住宅、都市整備公団関西支社、香りのネイチャーライフ図鑑1998年4月。未来社、未来2006年9月号、サルトルとボーヴォワール、団地へ行く、事件は誘惑する一内藤久子。ありがとうございます。